それでは今日の御言葉を取り継ぐことにいたします。創世記の43章の16節から44章の17節までですけれども、長いので44章の1節からお読みいたします。ヨセフは執事に命じた。あの人たちの袋を運べる限り多くの食料でいっぱいにし、めいめいの銀をそれぞれの袋の口のところへ入れておけ。それから私の杯、あの銀の杯を一番年下の者の袋の口に、穀物の代金の銀と一緒に入れておきなさい。羊はヨセフが命じた通りにした。次の朝、あたりが明るくなった頃、一行は見送りを受け、ロバと共に出発した。ところが町を出て、まだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは羊に命じた。すぐにあの人たちを追いかけ、追いついたら、彼らに言いなさい。どうしてお前たちは悪をもって善に報いるのだ。あの銀の杯は私の主人が飲む時や、占いの時にお使いになるものではないか。よくもこんな悪いことができたものだ。執事は彼らに追いつくと、その通りに言った。すると彼らは言った。ご主人様、どうしてそのようなことをおっしゃるのですか。しもべどもがそんなことをするなどとは、とんでもないことです。袋の口で見つけた銀でさえ、私どもはカナンの地から持ち帰って、ご主人様にお返ししたではありませんか。その私どもが、どうしてあなたのご主人のお屋敷から銀や金を盗んだりするでしょうか。しもべどもの中の誰からでも、杯が見つかれば、そのものは死罪に、他の私どもも皆ご主人様の奴隷になります。すると執事は言った。今度もお前たちが言う通りならよいが、誰であっても杯が見つかれば、そのものは私の奴隷にならねばならない。他の者には罪はない。彼らは急いで自分の袋を地面に下ろし、めいめいで袋を開けた。執事が年上の者から念入りに調べ始め、一番最後に年下の者になった時、ベニヤミンの袋の中から杯が見つかった。彼らは衣を引き裂き、めいめい自分のロバに荷を積むと町へ引き返した。ユダと兄弟たちが、ヨセフの屋敷に入っていくと、ヨセフはまだそこにいた。一度は彼の前で地にひれ伏した。お前たちのしたこの仕業は何事か。私のような者は占い当てることを知らないのか。とヨセフが言うと、ユダが答えた。ご主君に何と申し開きできましょう。今さらどう言えば、私どもの身の証を立てることができましょう。神がしもべどもの罪を暴かれたのです。この上は私どもも杯が見つかったものとともにご主人の奴隷になります。お祈りします。天の神様、今日もあなたが御言葉を与えてくださっておりますことを感謝いたします。ベニヤミンの袋の中に杯がありました。主よ、私たちの知らないこと、しかし、そのことが私の人生にいかばかりの大きな影響を与えているかをどうぞ今日知らせてください。そして私たちが自分自身の姿を知り、自分自身からイエス・キリストによって自由になることができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は第9回目になります。ベニヤミンの罪についてお話をいたします。前回神によって人を見るということでした。彼らに対して恵みも与えられるけれども、次から次へと不可解なことが起こってくる。恵みと不可解、実は人間の側から見るとこの意味が分かりません。でも神様の方からはきちっと辻褄が合っておりました。一つの目的のためにそれをしているということが、これが分かりました。43章の16節から、彼らは食料がなくなって再びエジプトに行きました。今度はこのヨセフが言ったように一番下の弟と言われましたから、ベニヤミンを連れて行きました。
して43章の16節からはヨセフの歓待を受けるっております。兄たちはここでもまた不可解でした。自分たち遠くから来た、食料会議に来た自分たちがこんなふうにして招かれていくということ自体また不可解でありました。この不可解と恵みの中に戸惑うところの兄たち、そして早速彼らはこんなにされるっていうことはもしかしてあのことがと思いました。あのことっていうのは自分たちが以前穀物を買いに来た時に差し出した銀貨が全部そこに戻されていたっていうあのことだったんですね。ですから彼らはその前に、言われる前にこう言いました。いや実はこんなことがこんなことがあってといろいろこの弁明しました。23節に、羊はご安心なさい、心配することはありません、きっとあなたたちの神、あなたたちの父の神がその宝を袋に入れてくださったのでしょうと言ってこの言われ、そして奴隷としてこの獄に入られておりましたシメオンが返されました。そしてさらにさらに24節25節を見ると、もっともっと恵みがこの加えられていきました。26節に、ヨセフが帰宅すると一同は屋敷に持ってきた贈り物を差し出して地にひれ伏してヨセフを拝した。これはヨセフがとっても小さい時に、17歳ぐらいの時に見たところの夢でもあったんですね。兄弟たちが自分にですね、全部このひれ伏すっていう夢、これがここで実現していきました。でも本当の意味でもっと後でまたひれ伏すんですけれども、そしてヨセフは彼らのことを見た時にですね、父親は元気かと言いました。そしてこれが一番下の弟かと言いました。これこそこの血のつながったっていうんでしょうか、父も母も一緒の本当のこの弟だったんですね。ですからヨセフはですね、胸が熱くなって涙がこぼれそうになりました。別室にいてヨセフは泣いて、それから戻ってきました。そしてまた互いにこのですね、食事を振る舞われましたけれども、もう長男から次男3、4、5ってきちっと分かってました。そしてその通りに彼らを席に着かせました。これもまた不思議でありました。そしてこの様々なことがあるんですけれども、ここでこの記事からまず私たちが考えなきゃならないことはこのことなんです。神様が彼らを扱っている目的は彼らに彼らの罪を知らせることなんです。ところが兄たちがヨセフに対していろいろ言っていることは、それは自分たちは正しいんだってことを主張しようとしている。神様は彼らの罪を知らせようとする、兄たちは自分たちは正しいってことを主張して相手に認めさせようとする。私たちは正直者です、ほら銀も返しました、これもこうしましたって。しかしヨセフの目的とそこが食い違っているんですね。神様が愛を示すし続けると、人間はですね、いつまでか自分自身が分からなくなってしまうんです。ですから神様は不可解なこと、私にとってこれはっていうようなうまくいかないこと、それらのことをいつでも起こされる神様であるってことは分かります。その目的は私たちに罪を知らせるためです。一人の牧師の書いたですね、コリント全書の研究って中からとても面白い記事があるから、ありますのでお見せしましょう。飯島っていうこの牧師でありますけれども、この飯島正久牧師ってですね、牧歌っていうこの機関誌を出してました。そしてやがて八ヶ岳の方で、横浜の方の牧会をしてたんですけれども、八ヶ岳の方に住むようになったんですけど、その牧師の言葉です。昔我が家にいた犬はチンという種類で、名前はクリと言いました。大変利口な犬で、よく人の言葉を理解し、お行儀も良いし、心根も優しく、横浜の日吉で評判でした。
八ヶ岳の方に越してきてからも、麓の町などで多くの人々に可愛がられたものでした。いろいろ面白いことがありましたが、その一つは外出の折、よその犬が吠えると、その鳴き声が、吠え声が嫌いでたまらずに、私にあの犬が吠えていると言いつけるのです。とにかく犬が吠えるのが大嫌いでした。ということは、栗は自分が犬であるとは思っていなかったのです。私の犬に限らず、ペットの中にはそうした例はたくさんございます。犬にしても、他の動物にしても、あまりに緊密に、この人間に接触しているうちに、いつしか自分が人間であるかのように信じ込んでしまう。これが犬なら問題はないのですが、さて私たち人間に関してとなると問題は深刻です。人間にとって神を知る、あるいは神を信じるということがどれほど重要なことか、それは計り知れないほどです。神を知る人間はいつも自分は神ではない、人間に過ぎないのだと肝に銘じて育ちます。ところが神を知らない人間は育つにつれて自分が人間ではないかのように錯覚し、いつしか自分が神ではあるまいかと思い上がるようになります。ちょうど私の愛犬クリが自分は犬ではなくて人間なのだと信じていたようにです。クリを見ていて私はしばしば笑い出したものです。滑稽なのです。自分も犬の仲間なのに、他の犬が吠えたと言ってそれを非難するのですから。聖書に人生の根拠を置く者の幸せは、何と言っても己を知ることが深く確実にされていくという点だと私は思っております。これは私自身の生涯かけての実験によることです。とあります。とっても利口な犬だったんでしょうね。ですからいつの間にかですね、人間と同じように、テーブルに座って食事を食べるか別のところで食べるんでしょうけども、そういうふうにしていたに違いありません。でもいつの間にかですね、自分が人間だと思ってるんですね。ですから外に出て他の犬がワンワンって言ったら、あんな行儀の悪い犬っていうのはしょうがないねっていうですね、そういうふうにして主人にうんうんってですね、こう教えてくれる、そういった犬になってしまいました。実はこれ本当にクリスチャンであったとしても、また先ほどの飯島牧師は、これは神を知らない人間はいよいよ人間がですね、自分を神だと錯覚するってありましたけれども、クリスチャンにとってもやっぱりそうですね。いつまでかうまくいきますと、これは自分がと神様の区別がわからなくなってしまう。っていうことがたびたびあるものです。でも、いつしか自分が罪人であることを忘れ、神のごとき、正しい正直者、誠意のあるものに勘違いする。神が欲しているのは、砕けた悔いた心である。と、詩編の51編で言いました。43章の34節に、そして、料理がヨセフの前からみんなのところへ配られたが、ベニヤミンの分は他の誰の分よりも5倍も多かったと書いてます。まあいずれにしてもみんなですね、歓待されているもんですから、とても楽しんで喜んでいる様子がわかります。しかし神様は、ヨセフはこれをそのまま許すはずはありません。44章に入ると急展開します。さて彼らが帰るときに、ヨセフは彼らの袋に詰めるだけ詰めて、持てるだけ持たせよって言いました。そうしてまた元の1回目と同じように銀を持ってきた銀を入れる。それからもう一つだけ企てました。それは自分がお酒を飲んだりなんかするところの銀の杯を一番下の弟の袋に隠しなさいと言ったんです。そしてそれが隠されました。で次の日朝早く彼らはこの自宅をして帰り、そして途中まで行ったらですね、役人がわーっと追いかけてきました。そして、これは待て待て待てっていうことでしょうね。そして、お前たちはなんていうことをするんだ。これだけ親切にやったのに、お前たちはこの盗みを働いている。っていうふうにして言われてしまいました。彼らは本当にびっくりです。聖典の霹靂っていうんでしょうか。そして彼らはですね、一旦ですね、弁明しました。
7節に、ご主人様、どうしてそのようなことをおっしゃるのですか？しもべどもがそんなことをするなどとはとんでもないことです。袋の口で見つけた銀さえ、私どもはカナンの地から持って帰ってご主人様にお返したではありませんか。その私どもがどうしてあなたのご主人のお屋敷から銀や金を盗んだりするでしょうか。そしてしもべどもの中から見つかったならば、そのものは死罪に、私たちは奴隷になりますと、ここまで言い切ることができました。事実からはそれをしてないんですから、言い切ることができたんですね。自分はこの、私たちはこのいつも言い切ってしまいます。自分はキリストのために苦しんでいると言い切ってしまう。しかし本当はキリストが求めて、キリストを求めているのではなくして、自己満足をですね、そこに絶対自分は大丈夫だと言い切ってしまう。そのようなことはあります。開き直ってしまうんですね。そして彼らは自分たちがこれだけのことをこの殺されてもいい、奴隷になってもいいっていう、こういった取引を持って相手から逃れようとしていく。これも私たちがいつの間にかやってしまうことです。人は自分の犯した罪をいつもこのようにごまかし、取引していきますね。兄たちの言い分、言い訳分には理が通っております。開き直っても当然です。しかしこれは相対的な世界の出来事なんです。相対的な世界の出来事なんですね。すなわち私たちが考えている罪っていうのは、この世の相対の範囲なんです。あの人に比べれば自分はいい、あの人よりは自分は悪いっていう、その考えなんです。でも今、神様が私に求めているのは、絶対という基準なんです。絶対。だから、相対的にしますとですね、これは彼は確かに盗んでいないんです。でも、絶対的な基準からすると、盗んでいるんです。それはもう少し後でお話しましょう。私たちはこの相対的な世界、絶対的な世界、このところをはっきりとわきまえていかなければなりません。絶対的な世界のことを相対的な世界のことでごまかしてしまうんです。あの人に比べれば私はこうだ、あの人に比べれば私は罪人かもしれないけれども、でもあそこではこういったいいこともしてるから、これでチャラだみたいなですね、ことをいつでもこのしてしまうんですね。しかしここで神様の前に彼らは認めなければなりませんでした。早速取り調べが行われてきました。そして上の子から、上の長男からですね、順番順番調べていくときに、このベニヤミンの袋の中から杯が見つかってしまったんです。ベニヤミンの袋からでありました。そして彼らは早速町に引き返しました。第1コリントの3章の12節にこう書いてあります。誰も自分を欺いてはならない。もしあなた方のうちに知者だと思う者がいるなら、その人は知者になるために愚かになるがよい。なぜならこの世の知者は神の前では愚かなものだからである。神は知者たちのその悪知恵によって、この捉えると書いてある、書いてます。私たちは人間の知恵を持って一生懸命自分自身を正当化し弁明して、そこで生きようとする。それが愚かだって言うんですね。それが愚かなんだ。むしろ本当に愚か者になる人の方が本当の知恵なんだとパウロは言いました。ベニヤミンの中に杯がありました。ここらには大きな意味があります。まずベニヤミンを考えてみましょうか。ベニヤミンはヨセフを売るときにそこにいなかったんです。ですからベニヤミンはヨセフに対しては罪を犯してないんですね。他の兄たちは犯してます。
従ってより神様のおけるですね、罪っていうものは気づかないんです。他の兄たちは最初からエジプトに来ること自体がとても心痛んでたんですね。自分の罪を知ってるからです。自分がヨセフにしたこと、そしてヨセフをエジプトに売った、そのエジプトに行かなきゃいけないということにとても心の中に痛みを持ってました。でもベニヤミンはそれに全く加担してませんから、彼はそこで心を痛む必要もない、罪の意識は全く持たないで生活をできてきたんです。今まで兄たちがこの罪があると言っても、私は潔白ですということができます。しかし杯はベニヤミンの袋の中に入っておりました。これはどういったことでしょうか。これは新約聖書の光に照らし合わせるならば明確です。これこそ人間の現在っていうものなんです。現在です。すべての人の中に、本人は知らない、本人は実際にそれをしていない、してないんです。しかししてないし知らないし、しかしそのもっと前に、その前に受け取っている罪があるのです。それが現在です。すなわち私たちが生まれる前でもいいんです。もちろん前なんですね。生まれる前ですから私は何もしてないです。誰も恨んではいない、誰も殺してはいない、何も盗んではない。お母さんのお腹の中にいる赤ちゃんは何もできませんね。しかしその赤ちゃんが実は罪人だっていうことなんです。私は銀の杯は入れてない、しかし入ってたんです。これが現在です。私たちはそんなことはしていない。しかし私の体内に、私の血の中に、命の中に、魂の中にその罪が入っているっていうこの現実、これを実はヨセフは教えようとして、神様は教えようとしておりました。皆さんは盗んだことないでしょうか。まあもちろんお母さんの財布から10円だとか100円だとかですね、それはあるかもしれません。まあ私のことですけれども、でもヨセフの罪はいっぱい持ってますね。ごめんなさい、このベニヤミンの罪はいっぱい持ってます。まず神によって作られたのに神を神として崇めないっていうこと、作り主を無視して生きるっていうこと、自分に何かすっ濃い賜物とか恵みをくださった方を全く無視で、そんな知らんって言っていること、それ自体がもうおかしいことですね。そこから神様によって定められた人生なのに、あたかもそれを自分のものの人生にしてしまうということ、これも盗みですね。神のものを盗んでいる、ヨセフの杯それを自分のものにしている、自分で入れたわけではない。しかし入ってたんです。これが人間の姿です。神様が与えたこの能力、知恵、体力、健康、あるいは自然の恵み、家族、神のものにしないで自分の袋の中に入れてしまって生きていく。自分の思い通りに持ち運んでいる。しかしそれはそのままでは決して終わらないんですね。神を神としないで自分を神として生きる姿、これこそ現在っていうものから出てくるところの人間の罪の本性です。私が生まれてから犯した罪のその前に罪があったのです。その罪が私をしてヨセフを実は殺そうとしたんです。いつしか犬であることを忘れてですね、人間であることを忘れて、犬が人間のように思い、人間が自分が神のように思ってしまう。
他人のものを、他人を傷つけ、ものを盗み、他人をこの責め、自分を褒めていくっていう生き方になってしまいます。そして、ここのところを私たちが気がつかないから人生がわからないんです。自分自身の行動がわからないんです。ここが気がつかないから私たちは謝れないんです。ここを気づかないから私たちは自分の人生を根本的な何も変えることができないんです。ここのところ気がつかなきゃいけないんです。では私たちはなぜ謝ることができないんでしょうか。なぜ人を責めるんでしょうか。それは自分を許せないからなんです。自分を許せないんです。自分の罪を認めていく。そうするときにもう解決がなくなってしまうんです。ですから一生懸命自己弁護し他人を責めっていうですね、そこにこの入っていくしかないんです。自分を許せない。自分が罪人になったら自分をどうしているかわからなくなってしまう。だから正当化していく。正当化していくから人を責める。人を殺すっていうですね、どこまで次から次へと。エスカレートしていきます。彼らは何とかして自分を作ろうとし、と努めておりましたけれども、お金を返し、この倍返しにし、弁明し、粉だったら殺されてもいいと単価を切り、しかし神様の前における現在を知るならば、自分の行動に納得がいくはずです。私たちもそうです。いろんなことがあったときに、皆さん、どこで最終的に解決のところの糸口を見つけますか？ああ、自分はやっぱり、親、先祖、伝来、引き継いだ、罪の中に生まれているんだっていうこと。これは認めることは恐ろしいことですか？そうじゃないです。ここを認めることによって、私たちの自分の行動に自分で納得できるんです。そして自分の行動に納得できるから謝ることができるし、納得できるから、だったら今度はこういうふうにして生きようという方向に進むことができる。その根本原因がわからないものですから、人生がわからないんです。犬であるってことがわからないから、罪人であるってことがわからないから、人生がわからなくなります。一箇所聖書を開きましょう。ローマ書の7章の17節です。これは必ずしも現在について言った言葉ではなくして、諸々の肉の罪の方をむしろ言い当てている本箇所です。けれども、287ページです。新約聖書の287ページ。7章の17節に。14節からお読みいたします。ローマ信徒への手紙7章の14節から。私たちは律法が霊的なものであると知っています。しかし私は肉の人であり、罪に売り渡されています。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そうしてそういうことを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。先ほど言いました。これは現在っていうのもですね、肉の罪に対してパウロは言ってるんですけれども、これは実にもっと深く言いならば現在にも全く当てはまります。頭ではこれはいけないと思っているけれども、実際やってしまう。これをしなきゃならないとよく分かっていても、実際には反対のことをしてしまう。なぜなのか。それはもう、自分の考えを超えた肉っていうものの中にそれが含まれているんだ。私たちが神を信じないという現在の中にその意味が、ことが含まれているんだ。だからこれはですね、もうどうしようもならない。私の中に住んでいる罪なのです。と言いました。じゃあここで責任転換してるのか。
あ、私悪くない、私の罪だと自己弁明してるんでしょうか。そうではないんです。これが分かった者がですね、本当に正しく生きることができるんです。で、これが分かる者は、あとは誰も頼ることができないです。自分すら頼ることはできないんですから。神しかなくなります。神様、私はまた嘘をついてしまいました。私はまたこれをしてしまいました。また私は唇の罪を犯してしまいました。それはなぜなのか。内側に、私の内側に良いものがないんです。だから主を助けてください。と言うしかなくなってしまいます。現在からこのがわからないものはいつまでも弁明する。自分を自分で認められない。自分の人生を認めることもできない。自分の失敗を認めることもできないんです。怖くて。でも本当の現在っていうのはわかるときに、確かに圧倒的に私たちはああっと思うかもしれません。でもここから救いが出てきます。あなたの唇を塵につけよう。そこから望みが出てくる。とですね、このあります。そうです。自分の罪のところに口づけせよ。そこから望みが出てくるんだ。と言いました。44章、帰ります。創世記の44章。44章の16節に、ユダが答えた。ご主君に何と申し開きできましょう。今さらどう言えば私どもの身の証を立てることができましょう。神がしもべどもの罪を暴かれたのです。この上は私どもも杯が見つかったものとともにご主人の奴隷になります。ユダが進み出てこのようにして言いました。ユダは本当に悔い改めた人でした。それは38章でお話をしました。だから彼はですね、そういうふうに素直にこれを認めていくことができました。私はなんと惨めな人間だろうとパウロが言ったようにですね、認めてきました。しかしここのところに勝利があります。私たちのこの勝利はどこにあるのか。それはですね、明らかに昨日も聖書に書きながらですね、神様がおっしゃられたんですけども、それは私たちが努力したりとか自分史を変えたりとか世間とか何かにしても、ここは勝利がないですね。私たちの勝利は主人を変えなきゃならないんです。今までは罪が私たちの主人でした。罪の奴隷でしたから。今までは死っていうものが私の主人でした。私は死の奴隷だったから。しかしイエス・キリストは十字架によって罪から解放した、勝利した。復活によって死から勝利した。そして昇天っていうものは、諸々の権一からこの世の君、それに対してですね、完全にそれを打ち破って勝利したところの出来事でした。ですから罪から死から、この世の諸々の権威からイエス・キリストは勝利された。それが昇天でした。ですからその時にイエス・キリストは主の主、王の王と言いました。これこそキリストっていう意味なんです。イエスはキリストっていうのは、イエス・キリストは王の主の主っていうことです。罪の奴隷から死の奴隷からこの世の奴隷だった。サタンの奴隷だった。そこから私たちはイエス・キリストを今度は主とするときに、イエス・キリストは罪に勝利し、イエス・キリストは死に勝利し、イエス・キリストはサタンの頭打ち破り、あらゆるものから彼は勝利された。その方をお迎えすることです。人生の勝利はイエス・キリストを主人とすることです。ですから、ユダがこう言いました。ご主人の奴隷になります。これこそ勝利なんです。これこそ私たちの本当の命なのです。イエス・キリストの奴隷になることです。
今では自分が主人でした。でもイエス・キリストの奴隷になっていきましょう。その時からイエス・キリストの全ての勝利が私たちに与えられていきます。恐れないでください。ベニヤミンの罪にもう一度ここで気がつきましょう。そしてそれを素直に主の前に出していきましょう。逆に人生が分かります。自分自身の今までの行動が分かります。自分がなぜ高ぶったかが分かります。なぜ許せなかったかが分かります。相手のことも分かります。相手もまたこの罪の中に生きているという根本原因が分かります。そうしたならば、私たちはもっと違った方法で自分を見、相手を見て、相手と自分との関係を作っていくことができるはずであります。アーメン。お祈りします。天の神様、今日も御言葉の時を心から感謝いたします。ベニヤミンの袋の中に杯が入っておりました。私たちも主よ、生まれた時からこの杯を持ってこのおりました。先祖伝来のこの、そしてアダムに遡ったところのこの罪の中に私たちは生まれ、そしてそれあることすらも知らずに、しかしその隠されたところの杯はいつでも私たちに大きな大きな影響を与えて、私たちの人生が不可解にし、分からずに、また他人を責め自分を責める、あるいは傲慢になっていく愚か者でありました。でも今あなたは私たちをはっきりと導いてくださり、そして明確にこの罪を教えてくださりと同時に、この許しと解放を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。ここにそういう一人一人のがこれからあなたの奴隷になりますと主の前にひざまずき、本当の自由人として現在から解放され、諸々の罪々から解放されて、キリストと共に生きることができますように導いてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。